いらっしゃい、まさです。さあ、今日もね、初心者の方、旧医者の方にも、わかりやすく、楽しく、居飛車のね、感想戦、やっていこうと、振り返りやっていこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今回はですね、相手の方の、まあ、最終的には四間飛車に合流したんですけど、五五角って揺さぶってくるような、まあね、変則的な振り飛車の感想戦、やっていこうかなと思っております。ですね、まあ、本譜はですね、ここで、まあ、俺が飛車先の交換に行かずに、銀とか歩とかで、まあ、組みに行ったんですけど、これね、まあ、一応飛車先行くと何が起こるかっていうと、なんかその、七川流みたいな感じで、なんつうのかな、こう、なんかこう、歩歩に、飛車になんか銀が上がってくるとか、銀が上がってくるとか、まあ、銀なのかな。まあなんかそんな感じで、こう飛車先を逆襲してくるみたいな、なんかそういう匂いがしたんで、なんかこういうのは、挑発に乗らずに、5、6風とかで追っ払っとくっていうのが、大人の指し方なんだなって最近学習したんで、5、6風とかで、まあ普通に駒組みしていこうっていう方針にしました。まあ、それで相手がね、ここに下がってくれるんだったら、これ、普通に上がった時と比べて、俺一手得してるんですよね。なんで、これはこれでよしだろうと思ってやってますね。で、まあ、ぼちぼち進んでいきましょうって感じなんですけど、そうですね、ここでまあ、四間飛車に合流しまして、角交換迫ってきましたね。で、このタイミングで交換はちょっと早いんでねえのっていうのはありますね。まあ、無理やり咎めに行くんだったら、これ角交換が普通にあって、角交換、例えば同桂なら、ここに角打つと香車取れそうなんですよね。で、じゃあ同銀ならって言われたら、今度はここに角打てるんですよね。桂取りと、歩で角なるよって見せて、これどうすんのって感じなんですよね。なので、まあ、交換迫るなら、玉があと一歩、寄ってからじゃないと、ダメだったよねっていうのは確かにあるかなと思います。まあ、だけど、これも咎めに行かずに、まあ、普通に駒組みしていって、たような将棋になりましたね。で、まあ、ここでもね、角交換普通にありますね。これは交換した後に、ここに8に角打って、どうなのっていう感じですかね。まあ、角交換して、まあ、同桂ならやっぱりこっちの強打ちがあるんですけど、まあ、同銀で角打って、どうなのみたいな。一応ね、なんか9三香とかで香車取れないんですけど、まあ、角ここにいるだけで、相手の王様ってこれ以上固くできないし、この角が別に捕まることもないんで、これは、ま、このね、角がその、なんていうかな。ま、しばらくはここで、なんかずっと待機してる感じになるんですけど、ま、ここにいることによって、ま、相手が固くできないし、っていう、ま、仕事してくれてる、いるだけで仕事してくれるみたいなんで、これね、ま、今後は打っていこうかなと思います。で、戻りまして、で、5七銀で、そうね、相手から交換してきて、角打ってくる白色四間飛車だったんですけど、これはなんか俺も対策知らなかったんですが、ちょっとね、なんかこういう、なんか6六歩って止めて、穴熊に行くみたいな構想があるみたいですね。で、これなんで穴熊に行けるかっていうと、相手が角を手放してるからですね。角を手放していて、駒が偏っても、打ち込みの隙に打てる角がここにあるから、いけるっていうことみたいですね。まあ、囲ってきて、なんか囲ってきて、金上がってって、みたいな、なんかそういう構想があるみたいなんですけど、まあ、こうやってね、熊さんの準備だけしといて、みたいな。で、ふーってきた時に、なんか角合わして、とか、なんかそういう受け方があるみたいですね。で、同歩なら同、この場合同金か。同金みたいな感じで。で、もともと角交換したのに、なんかその無理やりこう角道をなんかこじ開けてまで、その角交換する意味があるのかいという話なわけですよ。まあまあ今回の将棋に限っては。まあ熊にはならないなりにも、まあ硬く、だいぶ硬くなってるんで、これはまあいいですよねっていうところですね。まあまあ構想としてはそういうのがありましたと。ただまあ今回は、角合わしていく形になって、
まあ、相手から交換バンバンしてくれる感じになったんで、これだいぶ手得しましたね。まあ、これは手得したんでありがたかったんですけど、まあでも相手に、なんか相手から交換してくれたら得っていう、その相手にこう、なんか委ねてる感覚があるんで、まあこれは次からはやらないようにしようかなと思います。まあ普通にね、歩ついて固めとくとかね。まあ角道だから何なんですかって言って、ここ8二角、まあこの場合は8二角打つとかありますからね。で、まあそうですね、いつでも8二角はあると思います。うん、でこの縦石流のね、なんかそのっぽい形でやってきたんですけど、これもなんかそのなんていうのかな、この時点で3六歩って突いとけば別に何でもないらしくて、まあ8二角ねあるんですけど、8二角は確かにあるんですけど、まあ、3六歩って突いとけば、まあ、別に何でもないよねということですね。まあ、角打っても角合わしといてね。角にも角合わしといて大丈夫だから。まあ、角合わして、まあ、同角に、同桂で、もう一回来ても金寄っとけば大丈夫よ、という感じですね。で、本譜は、そうですね、この辺で、まあ、どうしても縦石流やりたいと。いう感じで、まあ、今までは構想を知らなかったんで、まあ、仕方なく付き合った感じになりまして、そうね、ここでちょっと手順前後がありましたね。5五角がいいか、同歩がいいか迷ったんですけど、5五角の時に、一回交換しようぜって強く来て、同歩に一番下まで引く。こうなった時に、この角が一体何なんですかって言われてる可能性があるんですよね。なので、手順としてはやっぱこっちからっすね。で、同飛車なら同飛車同飛車でさばけて、硬い方はさばけなんで、これでよしでしょ。こうやって、こんな感じで下ろしといて、これは、まあ、硬い方はさばけ。で、下ろしといて、まあ、景気を拾ったりしといて、よしって感じですよね。まあ、なので、同銀なのっていう話なんですけど、そうしたら5五角があるよね、と。飛車と香の両取りなんで、これ、どうやって受けるんですかっていう話になってくるんで、まあ、手順としては2四風からでしたね。で、本譜は、その、ぶつけてくれたんで、まあ、なんか合流するような形にはなったんですけど、なんかぶつけてくれんかったら結構危なかったとこありますからね。はい、この局面なんですけど、4三馬って銀を追いかけるよりは、まあ香車取っとくぐらいの方が良かったみたいですね。で、例えば香車取ると、これが将来的な、そのさ、本譜であったような、なんか端攻めがなかったりする、まあ端攻め緩和してる意味もあるし、まあ香車の、まあ受けとかね、5級香車打ちとかの受けも用意してるし、なんでもないんですよね。なんか、まあ、桂をね、控えて打って、継ぎ消えしてくるぐらいなんですけど、これはまあ、8五香とかで、こう、なんか根元の香車を、根元の桂馬か。根元の桂馬を取りに行ってどうなのっていう感じですね。まあ、取れたら、なんかこれね、生まれ取れちゃうんで、相手結構忙しいんですよね。ちょっと攻めが繋がれない、なんか受け切られちゃいそうな感じなんで、まあ、これで良かったみたいなんですよね。まあだけど今回は4三馬って入って、まあ銀取りに行ったみたいな感じなんですけど、まあこれはね、2二歩って受けた手だけなんで、まあ銀ボロと取っといて良かったんですけど、うん、まあそれでもね、まあ相手が暴れてきて、で、ここですね、結構なんか危なかったみたいで、危なかったというか、まあその2一竜とか1一竜とかがあったみたいなんですよね。で、これどういうことかっていうと、2一竜でこれ詰めろなんですよね。銀打ちまで詰めろなんですよね。なので、金引くとか、金寄るとかぐらいなんですけど、まあ例えば寄ってみましょうか。あ、引いてみましょうか。引いたら、こう3二竜から詰んでるのか ?3 二竜から寄ってるのか、そうか、3二竜の時に、なんか直だと、
銀打ち同金、まあ、こっち行くのは馬入ってアウトなんで、まあまあとかその合駒できないんで竜入って詰みっすね。まあだから取るんでしょうね。取って5三馬に同金はできないから同玉、あで角か、ね、下から王手してますよ。まあ、こっち出たら金までですよね。こっちは出れないよね。だから合駒するしかないんだけど、5四金で詰みか。なるほど。まあ、なので、その2一って寄った手が、まあ、入った手が、詰めろなんですよね。詰めろで受け方がむずいと。で、こう寄る手、まあ、引く手か。引く手だったんですけど、寄る手やと、7一銀決めて、引かせて3四馬ってやった時に、竜と馬が効いてるんで、この金たちって動けないんですよね。で、次のこの強打ち狙って、どうすんのっていう感じなんで、これは、ね、こっちの勝ちですよね。というような、なんかその、詰めろの連続で受けなしまで持っていけるのがあったみたいです。まあ、なので、2一竜って入る手が弱ったみたいなんですけど、まあ、ちょっとね、9一、わからんかったで、ね、9一ってなっちゃいましたね。で、この、竜入りが結構危なかったみたいで、これ評価値ガクッと落ちてるんですよ。評価値が43ポイントだから、6000点とか7000点ぐらいやってるんですよね。これ何が起こったかっていうと、ブッチどうすんのって言われてるんですよね。ブッチがやばくて、取ったら、頭から金打たれたりして、なんか危ないんですよね。7四香とかなんかいろいろありますけど、結構危ないなと。まあまあ、あのね、逃げてはいけるんですけど、ちょ一瞬危ないなっていう感じがあるんで、このね、竜入りがね、結構緩かったみたいなんですよね。はい、本譜は、まあ相手の方が、まあ銀打たれたところで投了されたんですけど、取るパターンと避けるパターンがありますよね。で、避けるパターンは頭から、まあ斜めか。斜めから金打ってって、肩から金打ってって、詰みですね。で、取るパターンは、まあやっぱ馬入っといて、やっぱりこっちに行くことになって、金までの詰みですね。まあまあ馬入るのもありますね。そんな感じで、詰みがあったのを、まあ相手も肩も分かって投了となりました。はい、いかがでしょう。今回ね、四間飛車か。四間飛車の戦いやっていきました。このね、まあ、序盤の構想、白式四間飛車には、まあ、普通に穴熊組んでいきゃいいんじゃないのっていう話が、まあ、いい学習になったなっていうところと、まあ、最後ね、2一竜入った手、ここで入った手が詰めろだよっていうのが、詰めろだし受けにくい、受けなしまで持っていける、ここを持っていけたら、まあ、もうちょっとレベルアップするのかなと思った、展開でございました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。